新太郎やってる暇はねえ。骨があるやつはついてこい。みんなひどく何かに怯えてる。何かに。うわっ。私の番ね。王の一戦。こちらの番だな。使わせてもらう。いいでしょう。食らいなさい。終わりだ。聖火の加護があらんことを。なんで、ね、愛の町。医療日誌によると、私はここに来たことがあるみたい。何か私自身につながる手がかりがあるかしら。誰か！ねえ、誰か！怪我人がいるの！誰か手を貸して！怪我人ですって。くそ、またか。仕方ねえさ、いたちごっこだ。その話、詳しく聞かせてくれるかしら。お隣の兵どもと小競り合いになってんのさ。ここは移民街で、食いぶちなくてな。マシな暮らしをしたいなら、隣に稼ぎに行くしかねえ。だが、ここ数年、お隣の脇が固くなってな。それで兵隊さんと揉めて怪我をしたのね。そういうことだ。って、あんた誰だ？移民には見えねえが。私は旅の薬師です。怪我人がいるなら力になれるわ。先ほどの女性はどこに？治療院だ。町の北西にある掘ったて小屋だよ。ありがとう。行ってみるわ。
お前ら、いつまで寝てる気だ。寝てちゃ食える飯も食えねえぞ。エドマンドさん、その方は今止血したばかりで。甘いこと言ってくれんな、先生。男ってな、昔から外に出て飯を取ってきたもんよ。働かざる男食うべからずだ。ちょっといいかしら。見ねえ顔だ。なんか文句あるのか。止血できてもすぐに動けるわけではないわ。安静にしなければ傷が開き悪化してしまう。エドマンドさん、僕はまだ骨なしが。ちんたらやってる暇はねえ。骨がある奴はついてこい。どけ、戦いもしねえ薬師が。痛い。私にできるのは目の前の患者を救うこと。あの薬師に話をしてみよう。さっきはありがとう。あなたは旅の薬師です。私も力にならせて。大助かりよ。薬師は私しかいなくてね。これでよしと。助かったわ。まだ気は抜けない。今夜は様子を見ましょう。ええ、そうね。あなた、忙しくて気がつかなかった。前にもあったわよね。ごめんなさい。私、記憶をなくしていて。記憶を？記憶の手がかりを追ってこの町へ来たの。そういうことなら今度は私が手伝う番ね。私に何でも聞いてちょうだい。俺はもうダメだ。他のやつをどうすれば。私一人じゃ。こりゃひでえ。噂以上だぜ。無駄足ではなかったな。可能の進みが早い。やはり砂漠の気候の影響か。団長の読み通りだったな。準備万端だぜ。あなたたちは？
エール薬師団よ。救護を手伝わせてちょうだい。エール薬師団。団長。後の処置は頼んだよ、キャスティ団長。団長？私がエール薬師団の団長だった？あれは4年前、この争いが始まった頃。あなたがエール薬師団を率いて援助に来てくれたのよ。そんなことが。エール薬師団はカナルブラインでは疎まれていた。でもこの町ではまるで違う。どういうこと？先生、前線でまた怪我人が。私が行くわ、案内して。待って、危険だわ。あなたはここへ記憶を取り戻しに来たんでしょ？ええ、そうね。でも苦しむ人を助けるのが先決よ。キャスティさん、ありがとう。お願いするわ。こちらは任せて。怪我人はどこ？そんなもんいねえよ。こっち側にはね。どういうこと？怪我人が出たと聞いたけど。ああ、それは敵国のやつらさ。今日こそとっちめてやろうと思ってここで待ち構えてたんだが、その先の砂地ででっけえ流砂が起きたらしくてな。
奴ら丸ごと飲まれちまったってわけだ。ま、天罰ってやつだな。戦わずして勝利だ。おっと、お出かけか。ええ、救助に向かいます。薬師として。敵を世話する気か。んな余計なことさせるかよ。おい、助けてくれ。動けないんだ。じっとして、今行くわ。早くしてくれ。奴がまた来ちまう。動かないで。みんなひどく何かに怯えてる。何かに襲われた。いけない。体温が下がってるわ。まずは体を温めなきゃ。そこのあなた、火を起こせるもの、それから水を持ってきて。バカ言ってんじゃねえ。そいつら敵だぞ。水一滴たりとて。つべこべ言わずに早く。くそ取れ。火種と水でいいんだな。ありがとう。おかげでみんな助けられたわ。俺はもともとこいつらと同じだった。隣国の兵として不自由なく暮らしてた。やがて移民がやってきた。小さいガキもだ。そいつらを追っ払ってた。王様の命令でな。だがいつからか疑問に思うようになった。自分が持ってるもんは誰かを虐げてまで守りたいのかってな。無性に嫌になってこっち側に移ったんだ。薬師さんよ、あんたは大したやつだ。他人同士の争いに首突っ込んで助けるなんてな。争ってる自分がバカみたいに思いちまったよ。買いかぶりよ。ねえ、助かったのか。ええ、みんなも無事よ。私は兵士長のグリフだ。行軍中に化け物に襲われ、竜鎖に引き込まれた。化け物？まさか、サンドリオンか。サントリオン？砂に住む魔物だ。
普段はおとなしいんだがな。戦のドンパチで刺激されたんだろう。奴は暴れ出したら手がつけらんねえ。仲間を野営地に残してきた。危険だ。知らせに戻らねば。まあ待てよ。俺が様子を見てくる。私も行くわ。グリフさんはまだ動いちゃダメ。安静にしていて。すまない。さて、行こうか。おせっかいな薬師さんよ。行くぞ。これでどうだ。行きますか。食らいなさい。そんなもんです。聖火の加護があらんことを。なんてね。誰もいない。まさかみんな崩落に巻き込まれて。助けて。待ってろ、今行く。危ない。うわっ。エドマンドさん、ごめんなさいね。
こよ。マヒナ、もらった。さて、氷よ、切り裂け。行きますか。食らいなさい。そんなもんです。戦いは本業じゃないんですが。無事ですか？なんとかな。こいつも無事みてえだ。よかった。大きな怪我はないのね。ああ、サンドリオンはこの奥だ。巻き込まれた人たちを早く引き上げなきゃ。このままじゃ砂に埋もれてしまう。エドマンドさん、まだ動ける？みんなを上に引き上げてほしいの。あんたはどうするんだ、クソリスさんよ。サンドリオンをおとなしくさせてくる。バカ言うな。俺が仲間を呼んでくる。彼がもう一度暴れればみんな埋もれるわ。救援を待っている時間はない。でもお前知ってる？薬師の仕事はフィールドワークが基本なの。大丈夫、私だって戦えるわ。おせっかいもここまで来たら見上げたもんだ。こっちは俺に任せろ。死ぬんじゃねえぞ。ありがとう。みんなをよろしくね。いたわね、サンドリオ。ごめんなさいね。あなたが暴れるとみんなが困るの。おとなしくしてもらうわよ。巣に帰ってもらうわ。いざ。いいでしょう。よし、どうしようかしら。氷よ、ちょっと痛いわよ。さてと。
聖なる失礼。さあ行こう。マヒナ行くぞ。毒撃弾。私の番ね。氷よ切り裂け。よいしょー、カラペコだー。ガオー、こちらの番だな。この力は熱弾。いいでしょ、いい、改めなさい、くらいなさい。どうしよう、おとなしくなさい。突撃弾。さて行きますか。このおよ、行くぞ。ここからだ。毒撃弾。さてと、それ私の番ね。えい、行くわよ。いや、あー、突撃弾。こちら、乱れ。やるやる。このほらほら、やれやれ、大人げなかったですね。また暴れないといいのだけど。揺れと崩落は収まった。これで砂に埋もれた人たちの救助を進められる。残る問題は人間同士の争いね。エドマント、まさか貴様に救われるとはな。移民たちは我が国を食い荒らすだけだと思っていたが、どうやら思い違いをしていたようだ。帰ったら王に進言する。武器を置き、少しずつでも移民を受け入れようと。礼を言っとくぜ。あるおせっかいから教わったのさ。誰かを憎むより手を取り合う方がいいってな。
同感だ。あなたには助けられた。主君の薬師さん、エール薬師団だそうだね。はい。多くの患者を殺めたならず者たちだと聞いていた。それは誤りだった。こうして我々を救ってくれた礼を。当然のことをしたまでです。記憶をなくしているそうだ。何か。私が聞いた噂に気になることがあってな。噂ですか。ああ、エール薬師団についてだ。エール薬師団のこと、つまり私とその仲間のこと。この人に聞いてみれば何か思い出せるかもしれない。ここは誰もいない村。そしてある紫色の雨。もっと触れ、もっとだ。自分のしていることが分かってるの。はい、団長。僕はエイル薬師団の信念に従っているんです。一人でも多くに救いの手を。これは救いの雨なんだ。何か思い出せたかね。それでは失礼するよ、薬師さん。あのおぞましい雨は、そしてあのローブの人物は思い出せない。あの記憶で見た場所できっと何かが起こった。何か恐ろしい悲劇が。思い出さなきゃ。